はい、それでは水曜シングル8月1週目ですね。わあ、始まります。本日2先です。16で2先ですけど、滑り込みで1人増えまして17です。結構長丁場になりそうですね。最近人数多かったんで1先が主流でしたが、今日はギリギリ2先でやっちゃおうかと思います。さあ、サトキシュンリバーサスエクダットリーはーということで、さあ、サトキくんスト5でですね、最近の大山ビギナーズトピックスというか、新人さんが増えましたの中の一大勢力の一人です。ただ多分まだ2ヶ月やってないよな。あのね、強さにの なり具合がやばい。最初は中足泳ぎも出なかったって言ってるのに、のじれとか見てるとね、もろもろの精度がモリモリ上がってます。あと周り管理がうめえ。これは漏れちゃった。中足泳ぎ、さあ、吐いたが、ここはまあでも吐くしかねえわな。国が、ってあなた あれですか、過労伝説スペシャルですか。これワンチャンあるよ、これ。さあ、これはちょっと偏って実況さ、偏らしい実況させていただきましょう。やっべ、大パン、これはある。なっちゅー足、しかし投げをケアして、これは EX じゃなくてノーマルでよかったか。惜しかった。2先なのでまだ続きます。かなりギリギリまで追い込みましたけど、国はこれなそう。ゼロ回戦間に合うならアドリティス。準備はいい。まあ急げるなら急いで。というわけで第2ラウンド。こんばんは。はい、今日は多いですね。これ寒か。今日も多いですね。最近ね、安定し16を超えてきてます。あの、ちなみに後で多分ご紹介しますが、今日も増えて復帰勢やら新規勢やらスト5勢やら盛りだくさんです。さあ、チュアショーよく出て、ね、亀足ダイパンギリギリを引っ掛ける。いいですね。オッケー、あー、いい追い返し。あっ、くぐりたかったかな今。置き攻めは地獄、しっかりガード、ディープコーク、これはつながる。過労伝説スペシャルですか、国さん。演技でもない。お盆前ってどこも忙しかったりしますけどね。なんとか頑張って1ラウンドは取りたい。動きはかなり良かったのでチャンスはあります。さあ、しかし画面が端は地獄。ブラッテ中足泳ぎ、うまい。しっかり地上でかくらして中足泳ぎ入れました。デンデン、前回はね、このデンデンがマジで安定しなかったんですけど、今ちゃんとデンデン投げて膝、あー、バックジャンプいいですね。リスクリターンのケアですね。はい、くぐって、うわー、カニが怖いけど、ハッケータイク、これいいんじゃない。かなりゲージ作りました。まあ、引っ張りすぎるとね、ナノ側にもゲージができちゃって寝ちゃうと地獄なんですが、ダートコーク、繋がらない。これはちょっとタイミングだった。そう、ジャンプ攻撃、ブロッテ中足保育はね、どうしても浮き確認が難しいっすね。この辺は慣れですね。対空猫、投げしけに台形マシンガン、EX が出なそう。中足保育ねんねん、これは削ってない。F が一言やべっと言いながらバックジャンプからダッキングフォーク。だらしねえ勝ち方ですわ。スカッタね。はい、勝ったの F。 じゃあ次 GK さんとユージさん、 GK さんとユージさん。はい、じゃあスタートお願いします。さあ、 1P 側 GK バーサス 2P 側ユージと、さあ、GK さんは大山にはだいぶおなじみになりましたかね。ビギナーズ常連、最近は水曜も来てくださります。エレナ使い 2P 側ユンはですね、先月だっけの、僕それ声かけられるまで忘れちゃっててごめんなさいでしたが、あのタルさんが呼んできてくれたビギナーズ勢で、あのまさかのドリキャス勢だそうです、この令和の時代に。20年の時を超えてドリキャスからの使者が現れたと。そんな2人が出会うっていうのはなかなか珍しいんじゃないですか。
さあ金中継から小木2勝を金中継当たらず、弱弱2シーラーでしょうから、あー雷壁使い方いいですね。俺は GK さんがかなりやりだそう。経営があるか、下がってないし、まあ、吐くかどうか難しい。まあ吐いてゲージ回収をするのか。しかしこれは徐々に体力差が近づいてきた。ジャクジャク TC でしょう。まあまあまあといったところ、エレナもゲージ作りましたからね。家庭用のサードいろいろ触ってるけど、家庭用さん、はい、ダブルインパクトだけない。あははは、あれですね、ドリキャス版のタイトルのサブ、あのゲームのサブタイトル。うわ、絶賞が飛んできた。スクラッチで追っ返して加減発動、大パン鉄山浮かせてく。さあ補正切りはいかず、しっかり確定ダメージ、雷撃裏回り、弱弱は一確認して途中でやめる。投げ間合いはちょっと狭いですね。今はグレイブが出せるとチャンスはあったか、しかし分かんない。絶賞当たんない。衣装が漏れるが、ラウンド8、ラウンドステップが強い。あー、ここずらしてきた。上から行って1本目はユジン。いや、すごいですよ。俺ちょっと耳を疑いましたからね、ビギナーズの時。ドリキャスぜ、それトミニー以外にいたのみたいないやでも20年経ってもね、こうやってゲーセンに遊びに来てくれるのは嬉しいですよ。そう、さあ2ラウンド目、ラウンド8。エレナユン結構ね、エレナがボコボコっとラウンド8当てるといい感じに逆転できそうな試合もよく見るんですが、結局ね、雷撃士に対してラウンドアーチをそのどのくらいケアするかっていうが言うと、こんな感じですね。この辺がきつくなってくるが、さあ10台ポン、スクラッチ打とうとして裏回って EX リンクセルになっちゃったみたいな。さあ幻影発動、前方で画面端持っていく。これはちょっと完走できないが、こうなるときつい。エレナ側がワンタッチですね。よって富永とどうも、それじゃあ嬉しいのかな、どうなんだろうな。これだけ裏回り、壊しブレイブ、ここはやってきた。弱のマレット、大飛のマレット、これは軽快な動きで翻弄していく。10台当たんないですね。エレナ結構姿勢低いんで、ああいうのもあります。ラウンド8が強い、高い裏手はうまい。いいですね、めくりというか。あー、当たんない。しかし浮かせられてない。金中継、金中継、高い絶賞は当たらず、だがこれは鉄砲。あー、裏手、やっぱめくり雷撃はね、どうしても最初はしんどいですね。いろんなテクが使えるとなんかファジー的なムーブもできるんですが、最初はどうしても基本です。さあ基本コンボと言ってこのヘリなのがやはやなと思うと、まあ、ゲームも感想するのも難しいですけどね実際。さあこの体力差ジリジリしながら、もうスクラッチギリギリ引っ掛けていく。スクラッチね、かなり打つ位置から外側に入るとああいう水準枯れたりするんですよ。出ちゃった系かもしれない。ラウンド8、あーしかし雷撃と勝ったのはユージユンでした。はい、続いてメロンバーサス杉尾、メロンさん、杉尾さんお願いします。はい、じゃあ、お二人なのでじゃんけんまず開幕してください。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、勝った方が 1P、2P を決めれます。はい、どうぞ。Welcome to the World of Street Fighter.
さあ 1P 側はメロン剣、2P 側は杉尾剣ですね。経験対決 1P 側メロン君はスト5、勢のお一人、ニュートも5、6回ですかね、かなり2ヶ月ぐらいですね、ここで、2P 側のこれ杉尾さんがですね、この2ヶ月ぐらい、これまで格ゲー触っておらず、この2ヶ月ぐらいで初めてソワードを触りましたってという方で、本日初登場です。大会もおそらく初かと思います。ドリキャス勢ってさっき言いましたけど、この令和の時代にですね、21年目のこのゲーム、22年目か、このゲームをね、格ゲー初めて挑戦しようって選んでくれる、この、なんでしょう、嬉しさですよ。貴重な新規生だ、逃すな、逃しません。あの今週末のビギナーズに早速サポートしました。ただなかなかね、いろいろ練習中だと、なんかバーサスの振り子は行ったことあるということだったんですが、まだまだいろんな基本動作を覚えているといった途中らしいので、ぜひ、配信ご覧の皆さん、会場の皆さんもぜひ、あのいろんなコミュニケーションを取ってもらおうと思います。さあしかし、波動拳中足大竜巻だが、さあ優勢はこれは杉尾拳、小足で投げる、うわー打ってくる。さあこれでラウンド1-1。いや、話聞いてびっくりですよ。まあ、違う、それもそうですわ、本当に。まあね、ネットとかでやってみようかなみたいなところじゃなくて、いきなりゲーセン来てくれるってのが僕は嬉しいですね。ああ激しい、これはダブルが入って N 投げ、強肩から守る、おお、なんだ、繋がって、ああメロン君、メロン君、2先2先繋がってはなかったかな。なんかジャンプジャッケでめくりみたいなムーブに見えましたね。強肩から守られた、強肩にはしっかりと釘を刺しておきます。まあ考えろよと。まあなんなら国見てると思うので、よろしく。さあ色が変わったかな。さあ2先日本選手ということで、スーピー側の、杉尾剣がリーチですね。重昇竜対空で使っていく、壊し投げ。メロン君もね、かなりまた先週から動き良くなってるイメージありますね。ああこれは繋がんない、ダブル昇竜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 と、これは激しい昇竜拳を破らぬ限りというやつですね。ダンスってましたね。さあじりじりシャチ挑戦、ここはめくりは入ってるが、ここは勝利打ってきた。勝利激しいですね。しかし的確にというか、ちゃんと当たるところで刺さっているので、大会ではこれも正義です。EX サードで追い返していく、投げロマって投げ、あのスト5勢がね、割とみんなそうなんですけど、あのくぐりをすごく理解してきてですね、対空ブローの応酬じゃねえんだよ、このゲームの対空はくぐりなんだよっていうのがこういう風に出てきてるんですが、ここはカラジャン昇竜にちょっと悩まされてる。上り中継、小足で追っ返す。さあ次がリーチ、甘髪でも噛まれたら終わりですわ。シャムに言われております。小足3つ、これはガードしてる、今日は昇竜のお返し、ここもガードしてる。ちょっとやりすぎた、やっぱりリスクのでかい技ですね。さあじりじり阻止した地上戦、わはははは割り込んでいく。お互いなかなか陣内のチャンスまでちょっとつなぎきれてないですが、困っちゃったらある程度 EX サード打ってもいいかもしれないですけどね、あの打ちすぎるとヘボリみたいになっちゃいますよ。重大ハノジンライこれは残んない、綺麗にフィニッシュ1-1。ちょっとなんかメロン君緊張してる感あるな。もうちょっとのじ合い、なんか動きまたちょっと違ったイメージです。さあ、けんけん対決3本目。
いわゆるねミラーマッチ同キャラ対戦の中でも、まあ、数少ない両家と言われるものか、しんどいゲーム、まあ、僕例えばユリア同キャラ好きだとしますけど、この辺は個人的な見解ではありますが、まあでもやっぱり圧倒的に同キャラは両家だっていうプレイヤーが多いですね。どうしても同キャラってしんどいゲームになりがちだっていう印象が強いんですよ。さあ中小竜、中圧昇竜陣内、これは弱で打っちゃってたので全弾は入らず、投げは連打が足らずにゼロドット、あーここは確認できず、スト5と速さは結構似てるからサードは遊びやすい気がする。4は速すぎなんでしょうね、当然スト5勢が最初に明けでサードを触るとそのボタンを押してからのゲームの反応速度が速すぎて、例えばカラジャンでグラップをすると最低空でコパンが出るとかっていうのがみんなしょっちゅうでしたね。今のは表裏見えねえな、この辺はもう明らかにゲームの違いでしたからね。これは動いてた、当たってしまった、戦ったのはメロン剣ということで2対1ですね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてちょっとゼロ回戦やりましょうか。渋谷こだま、渋谷こだま、はい、大会開始ギリギリで滑り込んでいただいた児玉さんをゼロ回戦にねじ込みまして渋谷さんと対決です。ここは左下に入ったので渋谷 VS 児玉のゼロ回戦となります。なるほどね、数振りの遅延は知らない、もうゲームの作りが違いますからね。そうボタンを押したらすぐ技が出るんですよって言ってて、まあそういう感想になるんだって、なんかちょっとなんか不思議な気持ちになりましたね。佐賢伊吹、どっちもザ水曜常連って感じですね。児玉さんのね、なんでしょうね、最近のモチベっぷりとその上達っぷり、児玉さんと、まあ、そう渋谷さんもですね、両者のそのモチベと実力の上がりっぷりがすごくなんか分かりやすくいろんなものに出ていて、やる気勢の伸びる時期ってこういうもんだよなと思います。おお、まあヘッジ受けに勝利、ここはちょっとじりじりっとしてから投げと、さあ取り返す。レスポンスの良さは昔のゲームあるあるですね。まあそうだね、まあ逆にねこのゲームがそのネタリアはなかなかまた違ったゲームになっちゃうっていう一つの要因、やっぱりオフライン限定どうしてもねなっちゃうっていう一つの要因だったりはしますが、それこそねストツなんかは大勝利、ストツなんかはゼロフレで投げればってわけですからすげえゲームだなと思います。ネクサード、ここは速さで迎え撃つか、剣側息吹がいなしていく、リープでライダーを繋がってなかったか、泥対策みたいなとこもあったでしょうか。さあまずは児玉さん、今上りだけちょこちょこ言ってるかもしれませんけど、最近のその息吹業界的になかなかコンスタントにやってるプレイヤーっていうのが今いないので、関東、まあ東京も、まあ東京限定になるのかな、まあこの辺含めて、まあ、どうぞ、まあプレイヤーがなかなか多いキャラではないですが、対戦がどうしてもしにくいところはありますからね。下が入ってる、裏に落ちてここはラッシュいけるか、タイミングずらした、地獄車グラップ、さあ対空勝利しっかり、開幕前して投げる、やる気に満ち満ちた行動ですが、そこを拒めるのはチューパンジーだ、かかとは取らず、これはつながる、これいけんだよな、こういう感じで噛み合うと、前中継膝、あこれは痛いけど、さあ空中で3ヒットしたので中小竜安定と、若
弱2回は入んねえのか。さあ、もう本性と EX くらいガリガリ来るが、おお、今踏むかと思った。うわー、カラジャン昇竜やりに来て相打ち波動を削り回ったが、これは当たる。いろいろ今ね、削り、お互いの削りがちょっと見えましたね。霞系と EX 波動陣内系と。なんとなくこの画面から伝わるお互いの思考がいいです。こういうとこって難しいですけどね、その実況者の悲しみというか、見当違いなとこを喋っちゃったりどうしますので、キーリスがある対戦じゃないですけど、大盤間違ってたらごめんなさいということでご容赦ください。後ろ曲げダッシュが早い。前投げで、さあ渋谷県リーチ。デッドとかね、そういうとこは見てるわかるんですけど、なかなかなんちゃら仕込みだったよねは間違ったらごめんねって。エクサードスラが入る。これは一気に画面端が近くなるが、投げ返しでライダー傘ね。2回目この2人マジいい勝負だな。これなんかお互い一歩も引かない感じがすげえ目に取れます。見て取れます。投げて11。さあファイナルラウンド、お互い攻めてはある。まあ剣が2ゲージちょいがちょっとしんどいですね。怖い。これは引っかかる。まあ一応剣で裏回って、もちろん当たんない。うわー、ダッシュが早い。ライダー着信中足。いいっすね、スピード感のあるゲームかっこいい。しかしちょっと押され気味なのが大丈夫か。息吹はのらりくらりですかね。ゲージ吐いてじっくり削っていく。しかしちょっと吐きすぎたか。投げる。徐々に近づいてきたが、いやー、じりじりしてる。あー、ここで削り勝ったのは小玉息吹と。じゃあ、たい平、俺とブベさんでやります。誰かマイクできる人、 F ちょっとだけやってくんない？はーい、 F でーす。誰だ、たい平さん対ブベさん。前風呂しかしてないんで、たい平さん、たい平さん前風呂しかしてないですよさあ、ユリアン対ネクロです。クーニー、さすがに来よ、クーニーあ、電磁で来なくてもいいかなこれ実はユリアンネクロ割といいカードです。お互い恥が地獄です。でもあれだけど、ユリアンの方が圧倒的に簡単だけどさあ困ってる。そういうね、体力ないんですよね、黒。ただスタンチ一発あるのと、あー、これ終わっちゃいましたね。ネクロ側が肘ロックできる前提で多分画面端は5分ぐらいですクニ、俺11時ちょいに帰るからそんぐらいに来てさあ、いいタイク投げて、
あ、今リマサでエレク入れたいですね。あ、これはバナしても反撃ないよね。今のタックル確定じゃねえよな。さあこれはまあまあまあ安く済ませました。さあ前風呂しかしない大変。おお、うまい。ちょっと角がうまい。ちょっとムカつく。殺せ殺せ。はい、あすごいフェアなゴムゴムの今実況しております。中立。おお、原コーツ。やーべー、これコメントで紫ハート出るようになってるじゃん。やーべーよ、進化してるよ。これなんでもネクロって何振るんだろうね。すげえな、あの距離で前入れてますからね。もういいっすよ、壊しエレクとかぶっ放しちゃっていいっすよ。はい、からの全キャラ一番のスタンチです、後ろ投げネクロ。俺の記憶だと。うまいっすね、前ジャンプにバックジャンプで拒否るのはすげえうまい。あー、裸が突っ込んできて、裸突っ込んできて、さあ頑張って。あー、そう、それ超きついっす。ほとんど負けます、判定でも。殺虫パンで差し返せます。あー、ホームラン、安い。マジで安い。ガーフで終わるのに。お、これは、あ、まあ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 、ナイスカード。あ、前風呂投げっすね、今ちょっと前風呂して歩きました。はい、ただゲージがちょっときついね。うっ、さ、サイズモード入りました。フィニッシュモード。ちょ、ちゃんとやれよ、最後までフィニッシュモード。さあ、さあ、お客さんに店員さんが勝って1回戦目が終わりました。あの、ダサいこと言っていい、うん、1個前の置き攻めで、うん、あのかかとグラップしたら、うん、普通に後ろ移動投げになったと。なのでもうやめました、ダサくて。はい、はい、あ、あれ、ルーさん、お、ルーさん、友達なくなるよ。ルーさん最低だわ。オニキさん絶対倒して、絶対倒して。多分俺次当たるんじゃない、違う、あ、違うか。はい、気をつけてね、相手パワハラしてくるよ、ゲージよく見てね。でもその人、梅原さんより日常性褒められてる人だからね、気をつけて。懐かしい話だけど。Are you ready? Go! さあ、オリキ君、これってさ、はい、電人だと有利までない。どうなんだろうね、俺あると思うんだけど、あの、なんだろう、国ベースで考えていいのかって話はある。まず大前提としては、いけるいけないで言ったら絶対いける。うん、だってね、クーペとかでクジとかバナオさんが出てくるじゃん、誠に。そうね、その時点でいけるんだよ、これ。おうおお、激しい。ってことはもうやっぱ上からベスト5入ってるやん。どうなんだろうね、まあやっぱりね、まあ、バナオしかりクニしかり代名詞的な存在がいますけど、うん、いる。それに、まあ、他のキャラがきつすぎてそれに次ぐ人がいないっていうか。なかなかね。いや、だってやりたいって思わなくない？言ったね。ああ、さあ、水曜日らしくしたってきました。もっとメインとは言わなかった。ルーさんが何年リュウ使ったと思ってるの？いや違う、シンクリューはかっこいいよ。なるほど、そうそう、うん、なんか今これは元主人公としてよくなくない？元って言った、まあそう、まあ、今回はアレクじゃん、まあ、主人公。そうそう、
だからそれこそね、時代の流れって恐ろしいもんで、多分20年前は電人そんなに見向きもされなかったんでしょうけどね。されなかったんでしょう。あんなに硬派が売りだったさ、キャラがさ、昇竜だ、竜巻だって話したら、てりゃ感じみたいな。ルーさんもこうなっちゃったんだって、うん、あのルーさんがこうなるんだよ。よだれで。うまっ、うまい、これはうまい、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 ナイさんだ。あ、いやいや、今のはね、唐草対応でだったかな、おそらく。頑張れ。あー、遅かったね、惜しいね。うーん、やむなし。この辺りはもう練習ですね。さっきの多分誠だから繋がったのかな、まで。かもね、うんうん、腹ぐらいだもんね、あれキャラ別なんだよね。腹ぐらいで二振れ伸びるでしょ。あ、そう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 。後輩やないか。さあ、国が申しておりますが、同意が得られるかお任せします。はい、さあ、イエクソロシー、ちょっとお前ツイッターでアンケート取ってこいよ。いい加減気づけ。ダイヤ式をつけて。そうだよね、なあ、寝ちゃうとこうなんだよ。あ、まだ残る。やっちゃいけないんだよ。しょうがない。あー、いい下がり。スタンチケアしたいが、はい、ほっときすぎるとね。県内かな。あー、悲しい。おいしい。あー、たっ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 た。はい、これは、はい、これはいったね。残んない。根性値いいですね。さあ、わちゃわちゃしてまいりました。定位置的にはもうちょっとルーさんだね。あー、あー、露骨にいったね。マカトっぽいですね。お互いいいね。投げて、うまい。吸って、あー、そこちょっとゲージ入っちゃうのもったいないかもしれないです。難しいね。でもあの立ち上げ今日教わってもう導入してますからね。この辺がやっぱりな、多芸競合のセンスだよな。さあ、投げて中盤アドネン黄金連携貯めていくがレベル3。はいはいはい、はい、はい、からのいい、いや、いいと思います。行かないのが正解です、正直。スタンチがでもまた溜まる。辛い、逃げれるか。ゲージもないから辛い。もう、あー、ルーさんがクリみたいになってる。ワンワンしてる。ワンワンモード、ワンワン、ワンワンモード。さあ、こんな主人公どうですか。毒されてワンワンしだしたよ。マジして何回したんだよ、今。早かったな、ルーさん。主人公キャラ、あんな必死に来る。これが狂犬病、映っちまうんだよな。さあ、ラオウさん、ラオウさん、ラオウさん、大丈夫だったんですか。忘れてた。大丈夫だったそうです。あら、ダトリだ。さあ、ゼロヨコ、色も一緒だ。はい、ストバイブ勢ですね。え、信者来た。俺今のところ俺の信者セイ君と、うん、謎の外人で俺のことひたすらスパイシーって言ってくれる人と、おい、札取りスパイシーしか言ってこないんだ。コメントに困るね。どういうニュアンスなんだろう。スパイシーってお前ギリギリだ。あ、マジ？マジで？マジか。お、ちょ、今度俺会社の名刺持ってくるわ。違ったアプローチ。はい、盛りからダッキングアップ。フォーク普通に嬉しいよ。はい、つながって、うまい。おお、あ、惜しい。あー、バレてきましたね。残るけど、あ、これはしょうがない。一瞬がスパイシーから、それもやばい。だろ、俺も その可能性があってね、全く読もげないんだよ、スパイシー。なかなかね、その、うん、ニュアンスというか、そのスラングなのかもしれないけど、わかんないよね。プラス面でないもんね、人のことスパイシーっていうのは。うん。あの、勇気とかいたら教えて。一応ごめん、聞いたら刺激的って意味らしい。あー、なるほどね。はいはいはい。あー、でもいいじゃないですか、ダドだったら。さあ、これは頑張るしかない。ゲージ貯めて寝かして、じゃんけんポンです。あと、そう、移動投げに強肩 X マシンから。チュンリーは軸ずれるんで見やすいです。これ、ゼロヨ君ね、来始めからね、対空にカニ打ったりね、なんかド始めからセンスを感じるムーブをしてたんですよ。このファイブ勢の方、ファイブ勢です。あら、ファイブ襲われてる。はい、あ、しょうがない、出ないのはしょうがない。出ないのはもうやめました。当たんない、うん、出さなくて正解。距離がね、合わなかったですね、今ね。いや、でもね、距離感いいっすよ。うん、うん、あの、チュンリーのリーチの外にいますね、ちゃんとね。あとは飛ぶ感じと掴めば、まあ一応ストライブ勢のチュンリー使いもいるので、その辺とよくやってるんでしょう。
すごい距離感です。あの前に動くとき、ダイパー振ってたらブロれる距離でしょ。うん、あーかかってる。ジャンプ、ジャンプ、クッパンで落としてかな今。さあここから追っかけるの超きついんで頑張るしかないです。でも時間がない、時間がないから行くしかない。冷静、そうなんですよね、きついんですよこれ。これあのガットリーの前ジャンプとチュンリーの後ろ歩き同じスピードです。あー絶対追いつけないやつ。基本的にリーチがあったら絶対追いつけないです。わあ辛いですなそれ。さあ1本目はラオチュン、ラオさんのチュンリーと。だから歩くしかないです。歩きは前歩きの方が早いんで結局ね。であの大パン、そう距離を見極めながら頑張って歩く。前歩いてると大パンブロれないんで波動歩き、まだいけるんだ。まあ頑張って波動歩きするのか、するしてる。いや匂いで感じる。最後はそこか。そうだよ。まあでもね、このダトリってキャラ自体はとっても夢のあるキャラですからね。マジでセクシー。スパイシーの意味はスラングで調べたらセクシーと一緒だって。やばくね。狙われてる。何、どの辺にセクシーさを感じてるかな。俺ずっと後ろからスパイシーって言われた。それワンちゃんいろいろあるかもしれない、うん、それ。あ、まあね、今ね一個だけ言うんだったら、バラ投げるんだったらダートからポンと流れてるじゃないと、うん、あのなるほどなるほど、ダート一発で終わっちゃうんで。まだ遠いんだよ。届いかないんだなこれな。チュンリーは届かないんですよ。この辺はちょっと愛されボディですね。さっきはバラを投げないでも前出しでドミッチャク取っちゃったのがチュンリー嫌です。うん、あとはね、あのしゃがみで EX マシンが入んなかったりとかね、うん、台形からちょっとね、うん、特殊なキャラ隊がいります。お見事。でもこれ踏んないと勝てないんでしょうがないです。まあ実際ね、安いっちゃ安いのである程度必要経費かもしれません。相手ゲージないんでここで殺すつもりでいくしかないです。あー、ダド使いの宿命、うん、黒缶が出るのはもうしょうがないです。しょうがない、コマンドが悪い。おお、立ち発見スピはいいっすね。ねえ、めんどくさいねこのしゃがみでかいキャラは。さあもう剣ないっすよ。うわぁ、綺麗な井戸投げ。ここは手ずだか。めっちゃいい声出た。あー厳しいか、これですね。老解、完全な老解。チュンリーですね、しかし手ず大丈夫か、一回下がる。ガン歩きでくぐる。もうなんかいいよ、前ジャンプ10発とかで、ね、転ばして下が上だよ。支えできますね、悪いこと。しょうがない。あーやめなし。勝ったのはラオさんのチュンリーと。まあ、いろんなとこ見れましたね。じゃあ右下行きましょう。新たにピンツー、新たにピンツーお願いします。ピンツーさん珍しくない？ピンツーさん珍しい。めちゃ強いよこの人。はい、これでゼロ回戦が全部終わったので、あの国の参加がなくなりました。ピンツーさん、ピンツーさん試合っすよ。いい？マイク盛り上げたからタバコ吸ってくるね。F ありがとう。あとでまた俺の番になったら呼ぶわ。あれ、ピンツーさん試合っす、新たにさんと。はい、じゃんけんお願いします。で、次がアルファコダマかなんで、用意しといてください。はい、手前が 1P 奥 2P です。さあ、ピンツーさん、いろんな、久々ですね、いろんなキャラ使いますが、今日は何使うでしょう。さあ、チュンリーで新たにヤン、なるほど。さあ、ストファイブの人とか参加してくれてありがたいですね。いや、本当にここ2ヶ月ぐらいね、ガリッと増えてくれて、しかもみんなモリモリ強くなってくるよね。さあ、そういう新規勢とは違うんですけど、最近大山に来てくれるようになった方の中では、この方もそうでしょう。新たに今日はヤンですね。普段はエレナ使いです。もともとやってらっしゃって復帰勢ということで、ビギナーズなんかも来てくださって、もう水曜はすっかり常連ですね。に対してピンツーさん久々です。最近どこでやってるの？そもそもやれてないのか。ハッケー単発確認。この人はいろんなキャラを巧みに操るゲーム馬王さんです。まあとにかくね、全キャラテクイン。綺麗な移動投げ。あ、今日2先です。これはでも厳しいね。なかなか見せつけていくね。あ、キャラ替えなしです、ごめんなさい。
ピンタさん、たまにマツドに来てました。ああ、なるほど。たまにはソニック行かないとな。まあね、また最近のご時世だとね、剣またぐのもちょっと気が引けて。うわー、めくり台行け。やべえな、今の。どういう当たり方したんだ。うまい。さあ、ヤンチュン。あー、中足砲翼。でんでんで、順理的で理想的な形、これは。これ別に、ね、普通にあるんで、あの井戸投げ盛りとか揶揄されますけど、そうじゃないこともあります。さあこれはワンピーリージ破山も通る。なんとかヤンガはワンツ、そうちょっと遠かったですね。ヤッコは外でした。さあ解放で画面端に行ってしまう。ちょっとチェンリーがこれはいい感じになってきちゃいましたね。リープロー EX、 ほらガード、じゃあアクリスが漏れる、たまにありますね、当然連打技なんで。円柱盤で前歩きを止めるが投げて、はいはい、EX でなかったかな。中足ゼロドット、あー、タッチ弱系、おしゃれ。勝ったのはピッチャさんです。じゃあ左下アルファ小玉、アルファ小玉どうぞ。さあ左下がゼロ回線になったので、ゼロ回線が先ほど渋谷小玉で渋谷さん勝利だった、あ、小玉さん勝利だったので、これが1回戦最終試合です。タッチンリーブキこれはもう数多く見てきました。女性キャラ同士ですけど、数多くの息吹がチュンリーに滅ぼされてきた組み合わせですけど、なんだろう、息吹自体がね多彩な動きができるキャラなので、人によってタイプが全然違ってきたりしますが、なかなかチュンリーに対してどう動くのが正解かって難しい。あったった、出ない、難しいやな。とにかく投げないとね、体力のなさが致命的に響いてきますね、この組み合わせは。あ予想で裏行ってから当たんねえの、マジで今の、今それ浮いてる前中継、マジ違うよな、打ってない打ってないそうです。忘れた頃のこの人タイミングずらしてきた。え、少ない。これ愛されボディなのか、膝つむじ当たんないの。下りでお尻と交渉は当たらずだが、首折り、これは仕掛けに行ったか、投げて駆け引こう、当たらず。出ない、今度は出た。さあまあこのヘリですわ。リープが入ったがその後は続かず、しかし投げでフォローと。今リープ中足当たりそうなリープだったけどな。まあいろんなキャラが砲翼食らってて、その体力のヘリ見てかわいそうだなと思いますけど、まあ豪気と息吹はもうトップ2です。あ、減ったこれっていう。
さあ画面はこれでリーチから中足刺さる。これは浮いてた。蹴り上げブロレス補正切れていてんだこれが。悲しみ勝ったのはアルファチュンディ。じゃあ左上行きます。 FUG FUG お願いします。とにかくね17ヒットする、17ヒット目でいいのかする前提で蹴り上げのダメージが設定されてるので、あれ単発は痛えんすわ。 F 試合だよ。さあ2回戦トップ8です。ダドユン、さあ大会ではよく言われます、ユン倒すのはダドの仕事と言われた。ダドはたまったもんじゃないでしょうが、まあ、ワンチャンス掴んで殺しに行きやすいのは間違いなく状況としてはあります。どこなんでしょうね実際ダド使いとしては。まあチュンリーはよりはユンの方がまだいいんでしょうけど、あははラッシュがかかるとあっという間に体力なくなる。この辺ちょっと聞いてみたいですけどね。もちろんプレイヤーのレンドリーによりますけど、実際誰が一番きついって言ったら多分チュンリーだと思う。その次誰なんだろうみたいな、とかよりはユンの方が、まあ、ダド使いとしては多分きついイメージですね。はい、これは入るんですわ。さあ しかしうわブロってるし、あったった、だいぶ低空でブロったので、その後のジャンプ3段が結構難しそうでした。レバダイリープで近寄って投げる、当たってもよし、当たってなくても投げでよしと。でしかも前入ってんだよな大体ああいう時って。中足に乗っかるような、下段技に乗っかるようなリーフ、しゃがんでたら当たるようなやつみたいな、ノリ的にはそんな感じです。さあ2本目大パン一発が減るね、こう見る高い6回数、これでかい。おほほ、単発ダメージが違うな。まあ、ゲーン入っちゃうとまた違うんですが、あーお見事、完全狙ってましたね。ダッキーガッパコーク着地に合わせて大 KEX マシンガンと、狙ってなきゃ空中ぐらいの可能性もあるんでね、しっかり狙ってなきゃ EX マシンまでなかなか入れられないですからね。スイジャン大パンで追い返し、ガッペだー、今度は手前狙ってきた雷撃手に対してスイジャンから痛すぎる、試合が終わる終わる勝ったのは F。 じゃあ F そのままちょっとマイクお願い、俺やるわ試合、あの俺マイク試合やるからマイクやってくんない。はい勝ったのは F。 じゃあルーさんと俺先やります。はい、太平対ルーさん、あ、ルーさん、そうか、リュウか、これどっち応援しようかな。さすがにルーさんかな。これもだってさ、ぶっちゃけそんな不利じゃないもんね。電人絶対クソキャラ強いよ。でも多分ですけど、ちょっとユリアン有利だと思ってます。これはへー、うまいですね今のコパン連打でシャガダイを割らせる、割らせない、なんて言った
あのスタートボタンがムカつくんですよね。分かる人には分かる。さあ1本目ユリアン取って、何のためのしゃがみ中パンだったのか分かんないですけど、うまい。今の波動拳重なったらすげえいい波動拳な。全然ユリアンあるしな。でぶっちゃけこれ負けてもいいんですよ、2ラウンド目、あ3ラウンド目2本あるんで。なるほど。さあ盛大にゲージを全部吐いて。さあ一回逃げて、今コッパン隠りました。さあちょっとこれはきついですね。でも多分ルーサー普通に地上戦前で灼熱だけで勝てそうな気もする。まあ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 。さあ1本目、なんだっけなお前、名前が出てこねえ。大平。工藤さんが勝ちました。工藤さんが。ユリアンの国見てる？ユリアンのスタンチって一般ぐらい一般？でも大足の攪拌であんなに、うわうま。でもなんかゲージないのに EX 入ってくれるんだったらなんか打ってもいいなこれ。さあ最強タイム、最強タイム。さあ4回たくってもリターン。ノーリスク、どんだけ強いんだよ。勝った方が有利、あ勝った方が有利で普通、分かりました、ありがとうございます。下2回くらい、いいっすね、聞いてない情報まで。帰りの電車でしょうか。あー惜しいっすね、あれむずいっすよね。うまい。さあこの張り方は、あ、まあ、スタンチ継続で、で、まあ、これでゲージをお返しして、これ溜まっちゃうんでちょっとユリアン有利ですね。ただまあ1ラウンド取ってるんでこれ吐かせりゃいいやっていう。さあ、あそこから死んでいく。さあこれで 1-1 です。仕事中か、頑張れ。仕事中になんで見てんの。なんか頑張れって言ったら俺を返せ。さあ一歩一歩取って最終ラウンドです。いい台足。あーテレワークあるかもしれないですね。俺も連休明けからテレワークになりそうですね。さあこれいい投げ、スタンチも高いんで、まあそうですね、溜める方だよね。さあからこれあれだな、すごい端から端まで連れてくれる、うまい。あー噛み合いましたね。さあこれゲージあるぞ。その対処食らうなって俺さっき言ったろ。珍しい、珍しいキックが出ましたね。ジャンプ中継。さあもうとりあえず お約束で1本入って画面端持ってって、うまいっすね、見てるなルーさん。そうですね、2でピオールから、おー早い。まあ、乱数いいのを引いたんでしょう。大パンツ。いやータイタン、ゲージ吐かない方がいいでしょ。
入った絶対ゲージ履かない方がいいでしょ。いやー履かない方がいいね。まあこれちょっとユリアンがだいぶゲージ状況は有利、後ろ投げてもいいしタックレイジして押してもいいし、まあこれ1本吐いて読み勝ってそれなりにダメージ取って、おおナイスフォロー、普通に偉い今の。ルーさんでもゲージの食べ方がうまい。これをしのいだらあるぞ。うわそっち食らうそっち食らう。ああ判断が素晴らしい。これはこれはこれはまあちょっとまあうまかったね最後ね。はあ、あマジか、あオッケーオッケー、あと大丈夫よ。はい、じゃあ準決ですね。今日どっちもキャラいるのにこの組み合わせ多分初か。ユリアン、ユリアン、ひらがなで書くぐらい必死かお前。さあ共に白から、アルファの場合毎回色違うからあんまりこだわりないんだよな。やっぱり白剣って言うとね、バイバイの上原剣がイメージされます。あと白って誰だろうな。ガシャルズ、あーちょっと漏れちゃった。あーブロッチ足で高抑線リブ当たるか。見込んでもう一発と。めくり中大昇竜、このダメージですよ。やっぱりノーゲージの火力が剣は一つ魅力っすね。画面足とかゲージなくても例えば リープからの中足ダブルとかね、あ リープからのダブル昇竜とか。立ちになっちゃった。あ、モリビーいたね。ミサさんもそうか。まあ、ルキさんは一応メインがあるからってこと、また別枠ってことで。投げ地獄。前ステがブロレになっちゃったかな今。あースピードで行きたいとこだが、とがめていきますね準備側が。そうだモリビーがいたわ。さっき元気してっからあいつ。あ、いいくぐり。チュンリー、平井さんがいたわ。平井氏がいた。それは間違いない。ああ、こうね、中足スピーバー結構めんどくさい。ああ、ダッシュしたものよかったが、その後続かず。これ、わからん、動くしてるな、あの野郎。まあ、大会ですからね、それも一つ通り続けるのが正義です。台足。つながるリープでしたか。ああ、お尻が強い。今、対空の素振りもちょっと見えてたんですけどね。さあ、ワンピー側。アルファリーチ。アザン投げて、ここはケアしてる。あ、結構ラーっとっと、でかいダメージにならず。着地のタイミングの話。大スピーバー、まあ EX が漏れたんでしょう、おそらく。カラジャン昇竜やってきて、ダッシュが速い。いいですね、キレのいいダッシュ。後ろ投げ逃がさない。いや、あのね、コパンからの移動投げちゃんとグラップできてんだ、マジで偉い。この辺スピード感ワンブロは確んなかった。
してヘッドプレッシャーに、これはさああるかリバース死んだって言いながらあいつリバースで膝擦ってやがった、潰れてるレッツゴーミスイ、はい、ヒエキサード野獣足今のはやばい、ハザンイエクサの一発だけで追い返すはやばいね、初めて見たわ。ハンブロ膝執念足りてたわ今。重傷竜、うん難しいねあれね、実際わかんないよね慣れてないとね。だーイエクサやり返してピヨっちまった。いやチャンス作れましたが勝ったのはアルファチュンリー。じゃあラオウさんとピンズさんお願いします。アルファさんなかなかとっちらかりましたね、ヒヤッとしたわ。ワンピー手前ツーピー奥です。はい、ワンピー手前です。さあこれでベスト8最終試合、結構いい時間に なっちゃう。さあチュンリー土下座、ダドユリチュンリーと残ってますが残るもチュンリー確定です。さあしかし上がるのはどっちか、ワンピー側白のラオチュンリー VS ツーピー側緑のピンツチュンリーと、さあ先にゲージ作ったのはピンツーチュンリー側、様子をあれ下りで技出せるんでね、受ける側も難しいですよね。投げる膝、さまずはピンツーチュンリー、俺の色だよこれ、ヤズが出てきたマジかこれ今は俺の色だよってヤズが出てくるの面白いなやつ元気大丈夫、あっけー砲翼ぴったりでピオール、マジか点々でピオったのはかなりレアですね確かにヤズの色だわ、まあ緑はそうで。さあ最初にペース握ったのはピンズジュニーでしたが、2本目どうなるか、あ元気元気、あよかったよかった本当にびっくりしたわ。まあでもヤズの場合こうやってリアルタイムでコメントくれるから嬉しいわ、あの元気だったら安心、海外の様子はなかなか俺らも分かんないからね、なかなかこの配信上で詳細聞いてもしょうがないから本当にとりあえずは元気でいてくれたらそれが一番嬉しいわ。またねちょっと会えるタイミングを楽しみにしてる。漏れちゃったかな、これは一体画面端まで持ってかれてる、おおセットプレーっぽいが、あの台形ブロフのかすげえな。ハザンガード投げる、さあ1回目の砲翼画面端持ってって膝はプロって膝砲翼やり返す、お互いゲージない状況、スッピーバックはガードして投げ、ハザン通る、ハザンハザン様子を着地に中足、これで取り返す、これは熾烈な争いですね。ダイパン、ダイパンしゃがみだとこのダメージですからね、お互いハザンも取って同じくらい、チュンリー同キャラの序盤のその
ペースの握り合いでこのタイパンがよく出てきますが、これでなんかお互いの気合が分かりますよ。投げる発見強欲、これは蹴り上げでフィニッシュ。頭ガード、ハーザン2回目、前して2回、要素ブローターの戻るのがね非常に対処困りますね。投げるディープのようにも見えたが、これは当たっている、ジャンプジャッケ裏回りはガード、しかし投げたらラオチュリ側ゲン、チワシャーさんはガード、寄ってきたらゲンで追い返して、ここで予選ファイナルラウンド、リマックスはピッツチュリ側、一触即発、ブロって前に歩く、机の裏での間合いの攻防、前投げして、出し投げ、ダメ足勝負のが多いピッツチュンリー側だが、致命的なダメージまだいってない、お互い完全なリマックス、膝まで投げる、投げる、チュンリー同キャラ制したのはピンツーさんでございます。じゃあ準決勝いきましょう。Fα よろしく。いや、しびれる。やっぱこの日本刀の切り合いって今しげのさん言いましたけど、そんな感じだよね。なんで水曜水曜こんな日があってもいいでしょう。さあ準決勝、アルファチュンリーバーサス F だと見る。これよりこれと同じぐらい暑いのが多分週末見れるから、また色のおかげで勝てたね、やず言うねお前なるほど、なかなか言うねやつ。さあアルファ VS F、 体力減ってるのはダド側ですが、ある意味ゲージ溜めみたいに捉えられなくもないですね。鬼彦も言ってたんですけどね、この序盤は体力7割減らしながらゲージ溜めて接触機会作ってっていうぐらいのイメージでいますわって言ってて、ああ捉え方しっかりしてんなと思いましたね。なんかいや、しかし投げ地獄、ストファイブってね、V スキルとか V トリガーか、あの辺がある関係上その体力が減るほど逆転性がどうしても高くなるゲームだから、なんか思考が似るんでしょうかね。レバ中コアコークスピバ打ってく、カニは当たった、いリープバックステ、カニは当たんない、いい位置で止まる。いやこれアルファしっかりしてんな、これピザガード投げしきり大金 X、 ナドチュンの一つ試合が決まるところの一つですね、大系ダッキングコーク。ダド使いそれをなんか 95% で見てるみたいなとこあります。ダーシュタンブロから大系ジェッパコーク、カニは欲張っていったな、投げて裏回り、これはネタ使ってきた、投げしけ下がって中足放浴、しかしこれはだいぶ残る、ダー中足気候中足と、ダードがゲージがなかったのがきつかったな。まあとはいえ手前でケチるみたいな選択肢は一切ないでしょうし、難しいっすねあれね。
さあまずはアルファチュンリュウ、無敵技あるとはいえね、 TDK とかやられたらしんどいだろうし、ああいうところの切り返しがなくなるのがしんどいですね。やっぱり開幕大スピバ、さっき F も言ってましたが、しゃがみがでかいキャラはスピバがしんどいですね。あー、破山はちょっとやりすぎて、カニカニダッキングアッパーコーク。さあドミッチャクならカニ2回入ります。また下お祭り、今日日なかなかリアル夏祭りは開催できないところも多いでしょうが、ここではしっかりカニフェスティバルが開催されております。まあ、あれ何が やべえってやっぱゲージなんだよな。入った時のゲージの増加量が半端じゃないですからね。ヤズが可愛いコメント書いてるときに、これは色のおかげか、チュンリーが膝保育。レバー大ゴリゴリいくが、ここはゲンキックで追っ返す、まあ、完全にゲージためムーブでしたね。ファイナルラウンド、アルファ側はリーチ、中盤届いて2ヒットだったが、かなり微妙な距離でしたね。ミドリチュンフェス、フェスって言いました。さあここからどうする、リープ入るがいかない。うお、怖え。動いちゃってた。あーなるほどね、当たるか系か、暗転 2V1 でレバチューが当たりませんでした。決勝進出1人目はアルファということで、俺とピントさん、キャラサ、キャラサですね。マイクやれる人はお願いします。これもやれなくてもいいや。あ、ヤズが来てる。ヤズオフィサー、そっちはコロナ大丈夫かね。さあじゃあ試合をやってる間にちょっと世間のコロナの話でも。チュンリー強すぎるよ。でもね、タイタは実はね、チュンリー戦マシなんだよね。マシ。いいよ、投げてれば殺せます、投げてれば死にます。え、それ民のこと嫌いなんじゃないかな。あらぬ疑いをかけていく。あ、うまいよね、ああいうとこうまいよね。そういうとこ下手だよね、うまんねえっつって。覚えろって。あれ強いよ。マシだねえ。ほら、あの国さんからほら見た今の。あれってなんかタイタは割と正解率高いんだけど、なんか足下の時にボタン押すんだよね。そうだよね、それは知ってるんだけど。え、あ、見てないと思う。前入れた時に6回目って決めてるだけだと思う。うまっ、前ブロばっかしてっから前さ入んだよ。さあこれピオル、投げでもピオル、投げでもピオルし、全部ピオルし、あ、大丈夫かな、もう、あ、もう全部でピオル、あ、きつい。さあで中足の上にマイキオケで乗って終わると、さあ見ました、後ろに投げないと何も起きないところで。見ました皆さん。ピンツーさん飲んだお茶こぼしそうだったから今。いや、前投げの方がむずくない、下ブローだって後ろは簡単だろ。国から訂正が入って百列のブローだけマシなユリアンって言われたな。
おー、いいね、噛み合ってるね。あのタックルもね、なんかね、反撃がむずいっぽいんだよね、持続っぽくて。うまっ、ていうかキャラ強っ。うえーいうえーいさあ、うん、あ、サムライも見てる。みんな来ようよ、ニュートン。自粛始まったら来れないよ。うまっ。タイタン、俺またコパンホーよく見たい。台足振ってさあ、これでピンチさんに呪いをかけたよ。よしいや、でも今の確定だね。ちっちゃい声で出ちゃったって。つえー、前強血つえー前風呂できて、じゃあ優勝は、本日の優勝は勝ったことないって言うたもん。これでもね、確かタミさんとこ仲いいんですよ、ピッツーさん。あー、そうね、もともと秋葉勢というか、家のなんか家も近いらしくて、家も近いし元ホーム一緒みたいな。ピッツーさん強いな、くそ。さあ、ジュンリー同キャラ、まあサードっぽいっちゃっぽいですが、なかなかこれが水曜の決勝って珍しいです。実際あんまジュンリーないもんね。ないね、実際。まあ、ピッツさんが非常に珍しいので、うん、ピッツさん自体がまあユリアン使ったりいろんなキャラ使ったり。そうだね、ピッツさんね、剣も超強いんだよ。あのキャラができると勘違いして初手ジュンリーだったっぽいそのまま走ってる感じはあります。さあ、ゲージはお互い5分。そうですね、毎回色がコロコロ変わるので、これワンピガーがアルファ。さあ、これでもうほぼ圏内なんで、かなりピンツーさん、ちょっとピガピンツーさん白い方、ね、まだまだ履けないもんね、タミは履けないね、これは。まあ、履いちゃってもいいんちゃいんだけどさ、一本ちょっとあるから、ね、まあまあまあ、これだったらもう、うん、さあ、当てたい。さあ、タミは絶対にあれを狙っている。タミは絶対あれを狙っている。おー、うまい。今のダッシュ、よかった。あー、きついよね、あれね。もうね、あの体力になっちゃったら結局全部だからね。あの辺は難しいっすね。だからもうこれガン有利です。あのタミさんが2本ゲージを吐いてでも勝たなきゃいけない状況がだいぶきついっす。早めに1本吐いて1本溜めながら倒せんだったらいい勝負かな。もうそれにしかなんないっていうね。1本差作っちゃったらかなり第3ラウンドきついです。取り返さだとしたら、タミさんもう逆に吐かないとうまくなかったよね、さっきブローってガードしてたけど。そうだよ。はい、いいだよ。いや、これタミのプランです。でこれで溜めながら頑張って倒す、最強の展開。いいね、これ下がってゲージ溜めて、うん、さあ、煽ってますお互い。あ、これはこれは2分1で死にます。2分1ですね、はいはい。だから EX 放します、はい。あ、当たんない。あ、これはだいぶタミユリです。のけぞるピンツーさんです。さあ、勝った勝ったの喋るアルファ切れそうですね、あれ。さあ、まだ分かりませんよ。ただ画面の状況はさっきと真逆ですからね、うん、完全に。さあ、もう露骨にゲージを溜めていってます。えいやー。さあ、これどうする？どうする？どうする？あ、まあまあね、安定だね。投げと剣の読み合いからの。あ、いい間合いでリープ。さすがにもうね、あ、しっかり追い打ち。まあまあ、これはまあまあね、まあね、ミスに勝ちを拾った感じなんで、決して民の実力ではなく民って言っちゃったよ。てか、なんで最近民さん名前変えんの。誰なんかバレるとまずいらしいので、本当にまずいだったらやめるわ。まあまあ一応ね、本当？じゃあ、タミが踏み込んでいく。さあ、タミが一本取りまして、完全に間合い管理しましたね、今。でも、タミってあれだろ、これ。あ、まあまあ、やめよう。これはマイクで話したね、はい。
さあ毎回コロコロ変わるアルファチュンディですが今回は青だ。めんどくさいよね。でも名前変わって色も変わる人ってそうめんどくさい。マニアックスのポイント管理とかマジめんどくさいから、ね、名前変わってる。さあじりじりしたどうしても展開になりますね。上級者チュンディ同士は。いやこれ入んねえだろ。入るんだ。入るの。チュンディ伸びるね。まあしゃがみがちっちゃいからね。要は終わり際当ててよっぽどやっぱりプラスがあるってことよね。ちょっと遅めでもちゃんとつながるっていう。逃がさないか。予告線が待ってる頃に逃げられた。前拒絶強すぎだろ。強え。なんで前風呂仕込めんの。間違いない。それラップ。さあこれ同じ状況だね。ピンツーさん先に吐いて食べながら殺さないと次ラウンド超きついです。プランニングしながら行くしかないんですが黙って相手がやられるわけもない。今のタミうまい。あ、タミって言ってない。え？じゃあやり直しますか。勝ったのはアルファ、はい、アルファは久々じゃない。名前変えてからはっじゃない。はい、じゃあちょっと設定変えます。